こんにちは、ビリジネの田中です。今回は、普段僕が疲労をためない、また怪我を防止するという目的で使っているグッズを紹介したいと思います。Bレジェンドの公式 LINE やお得なセール情報も掲載されておりますので、動画の概要欄を一度ご確認ください。皆さんはケアグッズ使ってますでしょうか？疲労をためないということは、怪我の防止であったりとか、次のトレーニングのパフォーマンスを上げるのに結構重要な要素にはなるとは思うんですが、よく言われるのが、ちゃんとトレーニング終わったらクールダウンをしてストレッチしましょうというところだと思います。私自身は、パワーリフティングの試合とかにも出場してたので、基本的にはやっぱ重い重量をこなすトレーニングっていうのが結構多かったです。で、特にスクワット、デッドリフト、ベンチプレスって多関節種目で多くの筋肉を使う、また体幹部の筋肉がやっぱ疲労してきますので、背中とか腰とかの疲労に悩まされることが多かったです。そこで、私も、いろんなケアグッズ試してみたんですが、これは効果があったなと、個人的に感じるグッズがいくつかありますので、皆さんも怪我なく疲労をためずにトレーニングを行うためには、こういうグッズを使ってみてもいいんじゃないかなっていうのを紹介していきたいと思います。はい、それでは、まず一つ目のケアグッズですが、マッサージガンになります。これはですね、叩くような振動を筋肉に与えて、筋肉をほぐすっていうグッズになるんですけど、主に腰、お尻、太ももの前、後ろ、大胸筋に自分では当てることができます。で、またパートナーがいれば、背中であったりとか僧帽筋、背中のチューブあたりもこれでしっかりほぐせるので、結構全身使えるグッズになります。また、立ちっぱなしで疲れたりとか、ちょっと歩きすぎてふくらはぎの疲労がたまった時などは、これをふくらはぎに当てたりとか足の裏に当てたりするっていうのも使いやすいグッズになってます。で、僕仕事後にふくらはぎとか足の裏とか結構だるくなって、トレーニングするのしんどいなとなる時があるんですけど、そういう時も結構トレーニングする前にふくらはぎと足の裏当てたりとかするようにしてます。ウォーミングアップとかで今日体硬いなとか動き悪そうだなっていう時は、まず使うアプローチとしては、僕はマッサージガンを使うようにしてます。硬さを感じる部位に対してマッサージガンを当てて筋肉をほぐしてからトレーニングに入るっていう流れで行っております。個人的にはこれ一番使うグッズですかね。はい。で、次にマッサージボールですね。これも同じく振動をするグッズなんですけど、ガンは比較的ちょっと叩く振動に近いんですけど、これ自体が震えるっていう種類の刺激になります。で、これ形的に刺激を入れるのに適している部位としては、これを床に置いて、マットとかに寝そべって、腰やお尻に当てるっていうことが多いです。で、使い方としては、トレーニングの後に、僕の場合はね、スクワットとかデッドリフトとかで体幹部が特に疲れるので、腰とかお尻を中心にこれでほぐすっていうのが多いです。もう結構重宝してますね。3つ目はストレッチローラーですね。こういうローラーなんですけど、これもボタンを押すと振動する刺激が入ります。で、このボールの形状的にこれの上に乗って肩甲骨周りほぐすのが結構難しいので、肩甲骨周りはこのローラーでほぐすことが多いです。パートナーがいたらね、ガン当ててくれるんですけど、一人だけの時だったらね、自分でほぐさないとダメなんで、肩甲骨周りはこのローラーでほぐすことがあります。これを床に置いて、この上に寝っ転がると、こう寝っ転がるという形ですね。はい。縦に置いてもいいですけど、僕は肩甲骨周りをこう横に置いて寝るっていう形を取ることが多いですね。あとは脇の下ですね。肩甲骨周りの筋肉が集まってる場所なんで、脇の下に当てて、そのまま寝っ転がってこう脇の下にこういうポジションで当てて寝ることがあります。こういう振動しないやつももちろんあるんですけど、
こういう硬い振動しないやつは僕はどっちかっていうと可動域を取るために使ったりもしますね。まあベンチプレスの時のブリッジが高くなるように溝落ちとかもう少し上の位置に置いて、まあ、背中ですね、背中の高さのこういう位置に置いて、まあ、寝っ転がってブリッジをしたり、ブリッジを高くしたり胸を伸ばしたりでする時にこういう硬いローラーは使います。まあ、ほぐす意味では結構振動するやつの方が僕は効果を感じるので振動するやつをメインに使っています。今まで紹介したやつが主にまあ振動する、叩くとか、まあ、そういうグッズになりますね。トレーニング後の疲労感はこういうのでちゃんとケアすることでわりかし僕の場合はマシになりました。小次郎のスクワットデッドリフトを、まあ、試合に向けて追い込んでる時などは朝起きるのも腰が痛すぎて10分15分かかってやっと起き上がるっていうぐらいの状態でトレーニングしてたんですが、こういう振動系のケアグッズを取り入れ出してからは、まあ、そういう状態にはもうほとんどならなくなったので、腰が疲れやすい方などは一回試してみてもいいかもしれないです。こういう振動系のグッズが出だして出番は僕個人的にはだいぶ減ったんですけど、ただ効果は感じやすかったのはこういうフロスっていうやつなんですけど、まあ、これはゴムのバンドなんですけど、これをまあ例えばふくらはぎや腕などにきつめに巻いて、巻いた状態でグッと関節を動かすっていうのを、まあ、2、3回やることで体の動きがスムーズになる感覚があるっていうグッズ、フロスですね。まあ、これはちょっとマックス狙うぐらい丁寧にケアしようってするときに、使うグッズになります。あとちょっと関節の詰まり感とか感じたときは、まあ、フロスを使うんですけど、やっぱりこう振動系で当てるグッズの方が、まあ、手軽に体をほぐせるので、まあ、出番ほとんどこういうグッズの方が多いです。まあ、フロスはもうよっぽどコンディションしっかり整えたくて時間使ってもいいやっていう時に使うぐらいの優先順位にはなってます。まあ、ただこういうガンが出だすまではね、こっちをメインに使ってた時期もありましたんで、動きのスムーズさがねあんまり出ない、なんかこう関節に違和感感じる場合はこういうグッズを試してみてもいいかもしれません。いかがだったでしょうか。まあ、私が普段使っているケアグッズを紹介させていただきました。で、一個一個の使い方はですね、まあ、ちょっと別に動画を撮って、まあ、紹介できればと思うんですが、まずこういうグッズを使ってますっていう紹介になります。科学的にこういうのの振動がどう筋肉を和らげるかっていうのが、まあ、詳しく研究されて証明されていない部分もやはりあるので、筋肉がほぐれるっていうのは根拠を持って説明はしにくいものではあるんですけど、まあ、私個人的にはこういうのを使っていることで筋肉のコリとか疲労が溜まりにくい、残りにくい状態でトレーニングができているので、まあ、一度試す価値はあるのかなと思ってこういうケアグッズを今回紹介させていただきました。参考になった方はグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。 B レジェンドの公式 LINE ではお得な情報を配信しております。新商品の情報やお得なセール情報も掲載されておりますので概要欄を一度ご確認ください。それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。